これよく言っております。 YouTube ライブだとか動画のところでも話してますけど、ポジションを取る前に威嚇と損切りを決めておくということです。これできてる方ほとんどいらっしゃらないんですよね。で結構ね、ポジション持っちゃってから利益確定ラインとか損切りラインを決めようとすると、人間心が弱いんで、損してると損切りしたくなっちゃう、損切りをしたくないっていう気持ちが働いちゃいますし、利益が出てると、まあ、結構早めに利確をしちゃうっていうケースあると思うんですけど、もう例えば 110.0 でロングで入ったんだったら 110.3 で利確、109.7 で損切りというのはもう決めておかないと、その後気になっちゃいますよね。チャートずっと見ちゃいますよね。でもポジション取った後って何もしなくて基本的にはいいと思うんで、そういったところでは先に決めておく必要があるかなと思います。ずっと張り付いて見ていても結局もう取ったポジションは変わらないので、逆に利確と損切りを決めてインしましょうというところでございます。デイトレであれば具体的にはもう20ピプスから30ピプスでいいです。これは通貨のペア、例えばポンドだったらね、まあ30ピプスは必要だと思いますし、例えば、5ドルとか米ドル、ちょっとボラが、ね、低い時には20ピプスでもいいかなと思います。でこれは通貨ペアや時間帯ボラテリティによるというところでございます。でスイングであれば50から100ぐらいを目安にどうでしょうかというところです。これ一つの例でございますのでね、まずはこれを真似てみてはどうでしょうか。で重要なのは利益幅と損切り幅なんですけど、これは損切りの方を大きくしちゃダメです。例えば損切りを50個下にロングの場合ね置いて、利確を30ピップス上だったら、これ長い目で見るとやっぱり損切り額の方がどうしても大きくなってしまうので、最低でも1対1もしくは利確を伸びるようなところで設定する。逆にそこのタイミングで入れないようなところであれば、インしてはいけないという形になるかと思います。損切り幅を広く取ってしまいますとコツコツドカン。よくスキャルピングでね、あるんですよね。スキャルピングやった時に、まあ、コツコツ利益出ると思うんですけど、結局逆行して損切りができなくて、あ、今月の利益なくなったとかね、そういった方が結構多いと思いますんで、やっぱり損切りと利確は同等か利確の方が大きくする。これはね、本当必須でございます。で、なぜ私ね、こういったことを言うかというと、まあ、自分の経験則もそうなんですけど、バックテストという自動売買をやるときに、過去、何回のデータとか、1年間のデータ、2年間のデータ、3年間のデータとかね、まあ10年間のデータとかで同じようなトレードをさせるんですけど、だいたい利確と損切りが1対1であれば、もちろん勝率が5割超えれば利益になるんですけど、損切り幅の方が大きくなると、まあ本当に長くね、バックテストやればやるほど、だいたいマイナスになります。こういう形になっちゃいます。ということはやっぱり利確幅はね、1対1から、そういう損切りよりか大きくしていかないと、長い目で見たら利益取れませんので、それはね気をつけていただければと思います。ということで、利確幅と損切り幅は同じもしくは広く取ることで勝率 50% 超を目指してトータル収支をプラスに持っていくことからまずは始めてみましょうというところですね。今回のトレードは例えばレンジブレイクとかはやってないですけど、まあ流れに沿ってね、移動平均線と平均足の位置関係でロングショートを取っていくということですけど、慣れてくれば例えばここのラインを抜けたらもう真空地帯なんで一気に利益が取れるよっていう時は逆差し値で大きなロットで入ったりするとか、逆に下方向で何回も跳ね返されてるけどここを明確に割り込んだらめちゃめちゃ下がりますってところは逆差し値で大きなロットで入っていくとか、そういった手法もあるんですけど、まあそこは他の機会にもあろうかと思いますので、今回は流れに沿ってやる場合はしっかりとそのあたり利確と損切りを1対1ぐらいにしておいて、まあ、デイトレであれば2、30ピプス、スイングであれば50から100を狙っていく。で、デイトレであれば1時間足をメドレー、スイングトレードであれば4時間足のチャートを使っていきましょうというところでございます。じゃあもうこのトレードをやると、いわゆる何かと言いますと、大底ロング、天井ショートを狙うなというところになります。初心者がね、ありがちなパターンとしては、チャートをパッと見て移動平均線とか全然確認しなくて、あ、ドルめっちゃ下がってる、ここまで下がればもうお試しロングだなとか言ってロング組みますと。で、例えば何かめっちゃ吹き上がってね、あ、めっちゃ上がってる、ここショートのタイミングでしょって言ってショート。結構ね、これをやって軽い気持ちで入ったロングショートがちょっと後のね、大きな損切りにつながるっていうケースも数々ね、いろいろ相談される方で見てきました。はい、で、そこと天井ってね、当てること本当難しいです。
実際皆さんもね感じてると思います。たまに与えるとねすごい気持ちいいんですけど、ただ半分も取れないと思いますよ。そこと天井は後になっても、分かるもの、まあ、結果論後からチャートを振り返って分かるものだなと思っております。でたまたま取れたとしましても、いつかはドカンとやられてトータルがマイナスになってしまうかなというところでございます。で、まあ、頭天井の部分ですね、尻尾そこの部分とかは触れてやって、さっきの通り移動平均線のところ、移動平均線って遅れて変化してきますんで、いわゆるそこと天井は狙いに行かないんですけど、そこと天井を予想してポジるのをやめて、移動平均線と平均足の位置関係、さっきお話しした移動平均線の角度を見て、その上側にあるとき、右肩上がりの上側にあるときはロングを狙っていく、そして右下下がりの移動平均線のときはその戻り売りを狙っていく、こういったようなパターンでやった方が大怪我しないトレードになりますね。チャンスは生き残れば無限に出てくるというところなんで、まずは退場しないようにねやっていくところが大事かなと思います。逆張りはね決まると気持ちいいんですけど、やっぱり難しいんですよ、はい、ただ初心者ほど逆張りしちゃうんですよね。上がってるから売る、下がってるから買う、はい、それなかなか難しいんですよね。上がってるのをある程度確認、移動平均線と平均足で確認してからロングを取る、上がってるんだけどそこで売るんじゃなくて、しっかりと一回下がったところを確認して移動平均線も下回ってきてから戻り売るというところね。ちょっとタイミングとしては早すぎるタイミングでインするんじゃなくて、遅くなるけどそこと天井を確認してから入っていくというようなイメージでございます。テクニカル編ちょっと最後にやりますけどね。ということで、まあ、まとめますとというところでしょうかね。今なんか私ごちゃごちゃチャートを見ながら、まあ、インするタイミングとか利確損切りを決めろとか、ね、チャート設定しろとか時間軸決めろっていう話をしたんですけど、まあポジションを持つ前にの事前準備でもう勝負がね決まってるというところです。利確と損切りを入れていればポジションを取った後にチャートを見る必要は、まあ、正直ないかなと思います。パタッとねパソコンであれば閉じて、スマホであればね電源切らなくていいですね。チャート閉じてね、その後、まあ、利確と損切りどっち入るかなということで、出かけてもいいと思いますしね。で逆に初心者の方はどういうケースが多いかというと、まずお試しでポチって、そこからドキドキしてずっとチャート見るじゃないですか。でも大体トレードやって長く生き残ってる方って、もうじっくりじっくりインする前に考えてポチって利確と損切り入れて、はい終わりっていう形でやって、あ利確できた損切りできたっていうケースがやっぱり多いと思いますんで、逆になりますね。もうポジションを持つ前に8割方勝負は決まってるというところでございます。やっぱりチャート見てるとね、そこから見てから状況によって損切り入れようとなると、ロング取ってる時に急にガーン下がっちゃった時にやべやべやべ、これで損は押せないっていうケースになっちゃったりするんで、もうそういったところはね、結果として損切りできなかったり、逆にちょっとだけ利益を入れたところで、あもう利確しとこうっていうことでね、利確を早めてコツコツドカンでやっぱり消えていってしまうのが特徴かなと思います。しかもポジションを持ったら冷静な判断ができなくなっちゃいますよね。どうでしょうか、はい、ドキドキしちゃいますよねやっぱりね、ポジションを持ってやりますとね、はい、ポジションを持ったら冷静な判断ができないので、冷静な判断ができるノーポジションの時にしっかりと戦略を練ってインしましょうということですね。まあスポーツの世界もね、試合と練習どちらに時間をかけているかというと、まあ試合というのはね、ポジションを取ってからだと思いますし、練習はねその事前準備みたいな形になろうかと思いますけど、やっぱり練習の時間が長いということでしっかりインする前にね、入っていく必要があるかと思います。トレードもポジションを持つ時間と事前準備、どちらに時間をかけるか考えていきましょうというところがテクニカル分析のまとめでございます。はい、時間的にはこれがちょっとお話長くなっちゃいましたね。ちょっと前半部分の、ね、テクニカル分析は、まあ、以上として、またご質問は、ね、休憩時間だとか後半部分でも取りますので、ね、ちょっと一回これで、前半部分は締めておきますね。まあ、もちろんこの手法だけではないんですけどね、いろんな手法があると思いますけど、あんまり手法にこだわってもねしょうがないので、後半部分はね、そのメンタルとか資金管理の部分でいきましょう。